はい、こんにちは、タカです。もうね、年末はちょっと万年筆、いろんな万年筆のね、ちょっと乾き具合を今ね、何本か放置してるやつがあるんですけどね、それをチェックしていこうかなと思います。まずは最近のね、付録の万年筆、1週間ぐらいかな、1週間経ってないかも、経ったかもぐらいな感じですけど、ちょっと2本チェックしていきたいと思います。まずはサライの付録、北斎ブルーね、行ってみます。なんかちょっとかすれやすいかもしれない気もするけど、そうだね、ちょっと出だしかすれが、気になるかもしれない。とりあえず、モノマックスの付録、コーチのね、ボールペンと万年筆ペンケース付き、こっちの方がなんか乾きを感じないかな。で、僕北斎ブルーのね、こっちのサライの万年筆を使ってた時に、あんまりね、やっちゃいけないんですけど、こう例えば少し重さを加えて、ぐっとちょっと太く出す、少しねぐっとやると、そのなんだろう、ちょっとした動きでね、ニブがかなりずれるんですよね。まあ普通なのかな、それが普通なのかもしれないんですけど、で例えば最初ね、僕こう見た時にちょっとこのペン芯とニブがね、中心からずれてるような気もしたんですよ。でちょっとこうやってね、少しクククって押して、ちょっとねククって押してみたら、今もちょっと押したんですけど、ものすごいずれたの分かります？これすごいずれたよね。まあだからといって、まあ書けるんですけど、でちょっと逆にクククククって、押すとさっきよりもちょっと戻ったかな。まあもう少しちょっと押してみようかなってやると、はい、ちょっと今度逆に寄ったみたいなね。かなりこう、そこまでの力じゃないんだけどね、かなり動くんですよ。まあね、すごいよねっていう、ただまあそれだけなんですけど、まあ僕の持ってるこの2本は乾きに関しては大丈夫そうですけどね。
今のところは。でもね、結構付録の万年筆というか、あれですね、付録の万年筆というか、このサライのこれのペンシンと二部のなんだろう、ぐらつきがすごいというかね、結構動くんだなっていう印象ですね。はい、まあいろいろ実験してね、遊んでもいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとよくわかんない動画になったけど、乾きチェックね、この2本、大丈夫でしたね。1週間、とりあえず1週間ぐらいでは僕のこの2本は大丈夫でした。でも個体差によるのかな、どうなのかな、結構ねすぐ書けなくなっちゃった人もいたようなんで、皆さんの万年筆はどうでしょうか。僕は1週間は大丈夫でした。